ドリフトの2人のこの今見えない敵に直接サイドバイサイドのバトルになるわけではないんですが、直接のバトルです。さあ接近中に、ああオーバーテイクシステムやっぱ使ってますよ、本山さん。聞こえましたね、本山さんが言ったらすぐに変えますよ、接近中に。ハイドを縮めるためにオーバーテイクシステムを先に行かせた。いやーこれちょっとどこも思ったですね。
さんの関口悠妃、完全にピンチをもう脱しましたか、ピンチを脱したか。関口悠妃が1コーナーに入っていきまして、2コーナーに入ってくる。そしてインパルチームはちょっと、まあ、メカニックが動き始めたか。チームインパルのメカニックが動き始めた。
まあ、それもインニング、まあ、この2人が、ね、これポイントを取れないっていうのはチャンピオンシップの中ではすごく影響が大きいですよね。幸い影響が大きいです。今1番と西村選手は16番です。
からね、お客さんに手を振って、あれすごい余裕を見せて手を振りましたよね。あれは星野さん怒ってましたね。そう、私ね、これだけのインパルというチームで、ルーキーでトップドライバー、今トップチームでね、戦いを開始しています。最後はインパルチームで開花したというような今シーズンになりつつありますけれども。